はい。それでは基本行列の逆行列を説明します。基本行列の逆行列は直接計算してもわかるんですけれども、基本変形で考察しましょう。PNIJC のタイプの基本行列は、逆行列は PNIJ-C になります。これは EN に対し I 行に J 行の C 倍を加えて、さらに I 行,の J I 行に J 行の -C 倍を加えれば元に戻る。 ということを基本行列との積で表すと、このような式が得られます。EN は、まあ、消すことはでき、この EN を消すことはできますから、従って PN I J、PNIJ-C、PNIJC の積は単位行列であるということになります。もちろん、この C とマイナス C を逆にしても成り立ちますから、結局 PN I J、PNIJC の逆行列は PNIJ-C だということになるわけですね。 はい、で次に QNIC のインバースですが C は0ではありません。で QNIC っていうのはこれは、まあ、対角行列ですから要は1箇所以外は全部1っていうそういう対角行列ですから、まあ、逆行列は当然ここのところを C インバース C 分の1にしたものということになるわけですけれども基本変形で考えれば同じように単位行列の II 成分大 I 行を C 倍して大 I 行を c インバース倍、c 分の1倍すれば元に戻りますから、結局、この等式が成り立つと。rnij も同様で、rnij というのは i 行と j 行を入れ替えますから、もう一回入れ替えると元に戻るという式を考えると、rnij のインバースは rnij であるということが容易にわかります。すなわち、この等式ですね。このように基本行列の逆行列は、基本 変形として考えると非常に EN に対する基本変形として考えると非常に分かりやすいものになります。はい。えそれではこの例題をちょっとやってみましょう。PNIJC, QNIC, RNIJ は以前前の通りとする。で、A をこのような行列の、基本行列の積で表されるとするときに A インバースを求め行列の形で答えなさいという問題です。それではちょっとやってみましょう。 はい。え、それではやってみましょう。まず、行列の積で書かれていますから、A というのは、例えば BCD だったとすると、BCD がすべて逆行列を持っていたとすると、A インバースはどうなったかというと、D インバース、C インバース、B インバースというふうに逆順になったんでした。これは当然、え順序を入れ替えることはできません。はい。 で、これもちろんこうかければですね、お互いにこうかけあれば D こう消えて、こう消えて、こう消えてってなるから逆行列はこうなりますっていう話だったわけですけれども、それを使うとですね、A はどういうふうに、A インバースはどうなるかというと、もちろん PNIJC、QNIC、RNIJ のインバースはそれぞれこのようになっていますから、A インバースは P441-4 かける R4 の24の Q42 の2分の1、P4 の 2,3-1ということになります。こうですね。それぞれインバースということですね。従ってこれらを計算すればこのようになることがわかるはずです。はい。一応答えはこういうふうになったわけですけども、ちなみにこの行列に対して、えー、これ A インバースがこうなるというわけですから、これに対して A をかければ単位行列になるはずですね。ということは、この基本行列を 左からかければ、左からかければ、こうかければですね、単位行列になるはずですね。ということで、これに対応する基本変形を実際にやってみて、検算してみましょう。まず、P4414 っていうのがありますけれども、これは4行に1行の4倍を加えます。4行に1行の4倍を加えるので、変形としては、 ここは0となって、2分の1のマイナス2分の1の0とこうなります。次に R424 をかけますから、2行と4行を入れ替えるということになります。はい。ということは、まあ、このようになるわけですね。で、これに9422。ということは、二行目に、2行目を2倍するということですから、2行目を2倍すると、こうなります。 最後に P4231 で2行目に3行目の1倍を加える。2行目に3行目の1倍を加える。つまり2行目に3行目をそのまま足すわけですね。そうすると、ここは消えて単位行列になることがわかります。したがってこの計算は正しいということがわかりますね。